第7章「心の力」「思うことは実現する」第一節心の力」の存在を認めている東洋医学現代医学では診断を行うとき心の状態や人格などは考慮せず完全に無視して診断を行いますこの人は心がきれいだからがんと診断することはやめようとかこの人は 性格が悪いからがんと診断しておこうというようなことはありません。また、金持ちだから、貧乏人だから、有名人だから、犯罪者だからとかで診断が変わることは原則的になく、純粋に科学的根拠から診断を行います。このこと自体は、ある意味で正しい方法論なのですが、極端に走ると、人間を全く、 機械と同うに見てしままう傾向があります人間の心の中の出来事もすべて脳の中の化学反応の結果であり神とか霊魂とか輪廻転生とか木とかいうような存在は迷信であるかそれでなければ精神異常者の脳の片隅に湧いた妄想の産物であると結論付けています大東亜戦争太平洋戦争の時 やたらに精神論が強調された結果が惨めな敗北に終わったこともあり人間の精神や意志すなわち心の思いが実在の物理的な力に変わったりすることは絶対にありえないと考えられていますこのような考え方は実は現代の科学や医学が犯している大きな間違いでありこのような思考方法をしている限り 今の科学学や医学の方法論には、は全く進歩はないと言えます。東洋の医学や哲学は決してこのような物質一辺倒の唯物論的な考え方はしていません東洋哲学では物質と精神は一体と考えており物質は精神に影響し逆に精神は物質に影響を与えると考えています このような考え方を心身一如と言います。心に強く念じればそのことは実際に物理的な変化を起こすすなわち心に強く念じれば実際に実現するというのですですから心の中で病気を治したいと強く念ずれば病気が実際に治ることもあるしもうダメだとかどうせ死ぬのだと諦めると治る病気も治らなくなります この心の力すなわち精神の力を最大限利用すれば強力な治療法となります。一般に超能力と呼んでいる力はこの心のエネルギー東洋医学では気と呼びますが物理的に変化した力など常人では不可能な不思議な能力のことを言っています。例えば念力で物を動かすとか霊が見えるとか。 未来予知能力があるとか、投資能力があるなどといった能力等を意味します。このような超能力を持った人は、少数ですが、実際に存在しています。しかし、このような超能力を持った人が人格的に立派であるかというと、必ずしもそうではない例もあります。また、超能力を持った人が幸せであるかどうかも、別の問題で。 なな能力を持っってているるためにに不幸になることもありますこのような超能力は原子力と同じでそれ自体にはいいも悪いもなく用い方次第で善にも悪にもなります超能力を金儲けや出世などのくだらない欲望を満足させる行為に使い人に迷惑をかけるような反社会的な悪い方向に利用すれば一時的には 金銭や名声を得ても、最終的には自らを不幸に陥れることになります。オウム真理教の朝原将校などは代表的な例ですが、他にもこのような例は歴史上に多く見られます。